バンドワゴン効果、バンドワゴン効果、バンドワゴン効果とは、多数がある選択肢を選択している現象が、その選択肢を選択するものを、さらに増大させる効果。バンドワゴンとは、行列戦闘にいる学対者であり、バンドワゴンに乗るとは自流に乗る、大勢に組みする勝ち馬に乗るという意味である。経済学、政治学、社会学などで使われる。大義表現は、アンダードック効果。 バンドワゴン効果は、バンドワゴンの固有、囚人に訴える論証が成功した時に発生する効果である。ミクロ経済学におけるバンドワゴン効果とは、同じ財を消費する人が多ければ多いほど、また、他人の消費量が多ければ多いほど、自分がその財を消費することの効用が高まるという効果である。バンドワゴン効果という名称は、アメリカの経済学者、 ハーベー・ライベンシュタインが創作した用語であり、消費の公用への効果のうち、流行に乗ること自体が持つ効果を、バンドワゴン化と呼んだ。バンドワゴン効果は、他人の消費が与える外部性の一種とみなすことができる。同じような消費者間の外部効果として、ライベンシュタインは、スノップ効果とベブレン効果とを挙げている。スノップ効果は、バンドワゴン効果とは逆に、 人と同じものは消費したくないという成功から生じる負の外部性であり、ベブレン効果は購入するものが効果であることが効用を高める効果出る。これらの外部性があると、諸個人の需要曲線を単純に足し合わせることによっては市場需要曲線を構成することができない。しかしながら、限界外部効果が低減的であれば安定的な市場需要曲線が存在することを ライベンシュタインは示した。いわゆるネットワーク外部性は、消費財の持つ実質的な特性がもたらす効果ではあるが、バンドワゴン効果と同様の影響を需要理論に対して持っている。投票行動におけるバンドワゴン効果とは、事前にマスメディアの選挙予測報道などで優勢とされた候補者に有権者が投票しがちになる現象を指す。投票者が勝ち馬に乗ろうとする傾向は、 選挙直後の世論調査において、当選候補に投票したと答える人の割合が、実際の当選候補の得票率を優位に上回る、例が多いことに示される。この行動の動機は単純な心理的な満足への、気球であったり、あるいは実利的な判断であったりする。特に、投票の秘密がないか、不完全で、誰に投票したかがわかるケースでは、 勝者による論考交渉への期待や報復への恐れがあるため、バンドアゴン効果は強く働く。これは、間接選挙の場合や、組織票集め、政治資金集めといった状況でよく見られる。また、自分の投票が指標となることを防ぐための戦略投票として、当選の見込みが薄いように予測された候補を捨て、当選の可能性があるとされる候補に乗り換える。 行動が取られる。この反対に、いわゆる、方眼引きのような投票行動になるのが、アンダードッグ効果である。1996年の衆院選、2000年の衆院選で、自民党が、事前の予想では過半数を獲得すると伝えられながら、実際は獲得できなかったのがこの例である。バンドワゴン効果とアンダードッグ効果を総称して、アナウンス効果と呼ぶ。 特定の候補者を支持していない者は、どうせ投票するなら勝ち馬に乗ろうという心理が働くため、バンドワゴン効果の影響を受けやすい。これに対して、特定の候補者を支持している者は、その候補者を落選させまいとするため、自分の支持する候補者が不利な場合は、アンダードッグ効果の影響を受けやすい。百九十三年のドイツ連邦議会の選挙では、 バンドワゴン効果が発生した。この選挙では、キリスト教社会同盟と、ドイツ社会民主党が争った。両者の支持率は拮抗していたが、土壇場で大逆転が起き、キリスト教社会同盟の圧勝という結果になった。選挙の半年ほど前から、ドイツ社会民主党の支持率が劣勢と予想されており、多数派となりつつあったキリスト教社会同盟が勝つと、踏んだ人々の票が、 土壇場でなだれ込んだこと、及び、配色が濃厚になってきたという報道を受け、自分たちが不利だという認知をしたドイツ社会民主党が、沈黙し、沈黙の螺旋が生じ、多数派がますます勢いに乗って雄弁になり、沈黙した少数派を飲み込む形となり、拮抗から一転してのキリスト教社会同盟の圧勝という結果につながった。これは、バンドワゴン効果の典型とされる。また、 沈黙の螺旋の概念は、この一件を参考に、ノエル・ノイマンが提唱したのである。近年犯罪抑止として討論されている行政への DNA 登録義務法。犯罪者を操作しやすくなるというメリットがある一方で、プライバシー問題等の個人情報保護観点の壁がある。しかしこの問題は強制ではなく任意性にすると、バンドワゴン効果により、 任意でありつつも強制性を持たせることが可能であると指摘される。雇用する側の観点から言えば、DNA 登録した者に仕事を任せるか、そうでない者に任せるかは議論の余地がなく、その経済的事情を考慮すると、DNA 登録の自己登録が流行化する原理が働くとされる。また流行化すると登録してない者へは、 犯罪者予備軍として差別意識のレッテルバリ等が生まれ、その逃避行動から DNA 登録が正当化し、流行が連鎖的に正当化されるという、このような一連の不老社会的な集団的な同調心理、同意づけの原理にはバンドワゴン効果が含まれていると言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。